はい、ストーリーの方見ていきます。ん？何しとるん？頑張ってください。足を曲げる？スクワット？よし。スクワットをしてるのか、それとも他のことをしてるかようわからへん。何してはるんやろ。ほら、つか何してはるんようわからへんわ。へえ。この程度って軽くさ、ディスるよね、富士さん。くそ、ほんまにいける。いいえ、してへんの。せやったらもっといけなちゃう。そういえば、多分意図的やろ。そうとしか思えへんやろ。はあ、ん？これは何や。どうです？あ、なんか足を曲げたり伸ばしたりするやつやろな。そうだね。ん？さっきちょっと音がバグってるように聞こえたが。ええ。気のせいか。あ、多分あれやな。だよな。あ、筋力測定ってことはマジで押すみたいな感じか。そうですね。来るよね。私もちょっと筋トレしてるんですけど、やっぱなんか膝に来るのはわかるわ。ところで、うん、何？ん？どないしたん？納得いかなかった？ならええやんけ。いいえ。どないする？うん。やっぱリベンジするんや。え？次の日筋肉痛とかやめてね。確か。え、そうなんや。うんうん。もう文ちゃんはいけそうやな。ジャッカルが。え、ジャまあいつものくだりやな。俺かよ。でもジャッカルさんもまあいけるやろ。ほんまにあるんかな。確かに暗いところで見ると気味悪いよね。でもまあそういうの好きそうやもんな。いや、うん、いや、しが落ち着くっていうことは多分あらへんやろ。でもなんとなくうんって眺めてるぐらいやからな、私は。そうですか。ひよしさんはそういうの好き？まあ、なるほどね。そういえば、確か何？なんか言うてたけど。はい。不思議なこと？謎の光が見えた。なんか興味深いな。え？ああ、確かにな。でもその光ちゃうやろ。ヤシが。ヒ
賀町の七不思議ちょっと聞いてみたいわ。そうだや。似とる、似とるのですね。確かに結構ちょっと想像がぬうやが。あるんかな。そうだ、秘密の実験室。ぜちょっとやめて、ちょっと気味悪いわいや、本物を使うてるってことはもうあれやんけ。そうですね。そこから面白くなってきたね。うわ、何？はい。どないしたの？めっちゃ息統合しとるやんけ。げ。何？し。あ、あこつさんか。うるせえ。でしょうね。もう一瞬でわかるわ。たく。ちげえよ。で、他の子たちはどないした？あいや。なら。え、人体模型の後ろにおったん。うぜえ。関係あらへん。でもなんかちょっとだけ気になるけど。ん？あー、多分それや。サボり？いやー、サボりちゃうやろ。ということで、まあ、今回はこれにて以上にいたします。はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。